ゴータの戦いは、7年戦争ロスバッハ戦役中の1757年9月19日に、ドイツ中部チュ原地方の都市ゴータを争って、行われた戦闘である。フランス軍とオーストリア軍からなる連合軍がプロイセン軍を排除して一度ゴータを占領したが、プロイセン軍の指揮官ザイトリッツは騎兵のみのわずかな兵力ながら、計略を用いた反撃を行って、 数倍の兵力を有していた連合軍を撤退させ、プロイセン軍がゴータを再占領した。1757年夏、コリン海戦の敗北によって、プロイセン軍は主勢に転じた。米面から撤退したプロイセン軍は、ラウジッツにおいて、オーストリア軍と睨み合っていたが、その間に、プロイセン包囲網がだんだんとその姿を表し始めていた。まず西から、 ヒルトブルクハウゼン率いるライヒスアルメイ及びオーストリア軍、スービーズ率いるフランス軍からなる連合軍がチューリンゲンに進出、アイゼナハからゴータ、エアフルトを経てザクセンに進軍しつつあった。彼らはプロイセンを西から攻撃することでオーストリア軍を援護し、またプロイセンに占領されているザクセンの解放を目指していた。南にオーストリア軍という強敵を抱える中、 ザクセンへの脅威を除くため、プロイセン軍は接近してくる、連合軍を速やかに野戦に持ち込んで撃破する、必要があった。フリードリヒ大王は軍を二つに分け、一方をベーベルに預けて、オーストリア軍に対抗するよう命じると、自身はもう一方を率いて、連合軍の迎撃に向かった。8月後半から9月にかけて、大王軍はザクセンを東から西に強行軍で横断し、 連合軍の震度上に急速に進出した。その前衛部隊は、コリンの戦いで活躍し少々に昇進した、ザイドリッツが指揮した。9月7日には、両軍の前衛部隊が、ライプツ避難生ペガウで遭遇して、ペガウの戦いが生じた。ラウジッツで、オーストリア軍に退治していたはずの大王軍が、自分たちに向かって突進してくることを知って、連合軍の首脳陣は動揺した。 連合軍は依然移動中の未集結の部隊を後方に多く残しており、彼らは自分たちの軍勢はプロイセン主力軍と衝突するには力不足だと感じていた。連合軍はプロイセン軍との衝突を回避して西に反転、元来た道を辿ってエアフルトから豪太を経てアイゼナハへ交代した。公衛戦闘を続ける連合軍の警府兵部隊との間に小ゼリアを。 繰り返しながら、プロイセン軍は、精神し、9月15日豪太に入場したが、この時すでに連合軍本体はアイゼナ浜で、交代していた。この頃プロイセンをめぐる状況は日に日に悪化していた。北西ではイギリス、北ドイツ諸行連合軍を下したフランス主力軍が、ハルバーシタット、マクデブルクを伺い、北では、スウェーデン軍がポンメルニへの攻撃に着手していた。 東では、ベーベルーン軍を圧迫していたオーストリア軍が、モイの戦いでこれを下して、シュレージェーンに進出。南ではハリク率いるオーストリア軍の奇襲部隊が、ベルリン襲撃を観光しつつあった。大王は、内戦作戦の射程の限界に達したことを悟り、これ以上の追撃を断念した。大王は、自身の軍から気球の各方面に援軍を送ると、 ザイドリッツの前衛部隊を豪太に残して東に反転、エアフルトに交代した。プロイセン軍の攻撃を逃れた連合軍は未集結だった部隊をアイゼナ派で収容して体制を立て直した。プロイセン軍はエアフルトに交代したとの石膏の報告を得た。連合軍はプロイセン包囲網が狭まっている有利な状況に応じてザクセンへの前進を再開した。 まずは敵の前衛部隊のみが展開していると報告されているゴータを占領すべく、連合軍は主力の一部からなる攻撃部隊を繰り出した。9月18日夜、連合軍の両指揮官は主力部隊の一部を抽出してアイゼナ派を侵発し、アイゼナ派とゴータの中間に位置するメヒターシュテットで前衛部隊と合流した。連合軍はこの前衛部隊に アイゼナ派からの遠平を合わせて、豪太攻略部隊を編成した。その陣容は、オーストリア軍及び、フランス軍の軽機兵部隊、ラウドン指揮するオーストリア軍系不評部隊、オーストリア軍の重機兵の一部、フランス軍の敵弾兵団と若干の砲兵からなり、総兵力は一万余となった。これは、連合軍の総兵力の半分以下の勢力であったが、ヒルトブルクハウゼンと スービーズの両指揮官以下首脳陣が参加し、その多くはそのまま豪太に移動するつもりで、各々の付属人員や、二馬車も帯同していた。9月19日早朝、連合軍は二手に分かれて、豪太へ進軍した。連合軍は南北から豪太市を包み込むことであ,あよくば、プロイセン軍を包囲しようとしたが、ザイドリッツは連合軍の進軍を察知して、敵の接近前に、 ゴータ氏を出撃した。ゴータにおいて、ザイドリッツが指揮していた部隊は、騎兵のみ、二個竜騎兵連隊と一個軽騎兵連隊で、打ち勝って竜騎兵連隊は、連合軍のゴータウを警戒して、東方へアフルト方面に展開しており、ゴータ氏にあったのは二個騎兵連隊のみだった。午前九時頃、ゴータ北面において、オーストリア軍の軽騎兵と、プロイセン軍の成型軽騎兵連隊との間で、 小競り合いが始まり、軽機兵同士の交戦は午後近くまで続いたが、やがて、プロイセン軍の軽機兵は圧倒されて、友軍のマイニケ流機兵連隊の援護のもと、後退した。正午ごろ、プロイセン軍は交戦するのをやめて、東に撤退していった。連合軍は、豪太に入場すると、軽騎機兵部隊を、豪太市東側城外に展開させ、敵団兵団を、市内に入れた。 連合軍は、ゴータの速やかな占領に満足して、プロイセン軍の撤退を疑わず、深い追撃もしなかった。スービーズイカ連合軍の指揮官たちは、ゴータ公フリードリヒ3世を訪問して、フリーデンシュタイン宮殿に集い、兵団将校は、ゴータ氏からの物資調達の作業を始め、ヒルトブルクハウゼンは、重機兵を連れて、本体の残るアイゼナハに帰ってしまった。 連合軍の思い込みとは異なり、プロイセン軍は、ゴータから見えないところまで退くと撤退をやめて、そこに止まっていた。ザイドリッツは、後方に展開していたかって連隊を呼び寄せて、部隊を再編すると、気の利いた兵を一人選んで、ゴータに送り込んだ。そして、この愛を見計らって再びゴータに向けて撃って出た。午後2時ごろ、ゴータ東方に再び、プロイセン軍が姿を現した。 この時ザイドリッツは、竜気兵の内半分逃げば、徒歩行軍を命じた。通常、戦列は三列であるところを一列にして、横に長く広げ、ゴータから見ると、補機行動の数千から一万の軍勢がゴータに、向かって進撃してくるかのように見えた。この頃ゴータでは、ザイドリッツの送り込んだ兵が、脱走兵を装って、連合軍の陣中に駆け込み、 大王率いるプロイセン前軍がゴータに向かって、進撃中と吹聴して回っていた。ゆっくりと近づいてくる、竜騎兵の戦列を背景に、先行するプロイセン軍の軽騎兵は、ゴータ市外に展開している、連合軍の軽負騎兵に対して、果敢に切り込んでいった。実際のところ、連合軍に対して本当に攻撃を仕掛けている、部隊はこの軽騎兵一個連隊のみであって、 連合軍は数的にずっと優越していたのだが、連合軍の将兵は、ザイドリッツの計略に惑わされて浮き足立っていた。フリーデンシュタイン宮殿で、晩餐会の席に収まっていた、連合軍の指揮官たちも、また、計略にすっかり乗せられて、プロイセン軍本体の教習と思い込んでしまった。彼らは、大慌てで宮殿を辞し、市内の敵団兵団に市外に展開して、 戦闘体系を組むよう命じた。しかしその間にもプロイセン軍の軽機兵は豪太市に迫り、間もなく連合軍警府標の抵抗を突破して豪太市内に突入した。軽機兵数百機が機上のまま市外に乗り込んで敵兵を切り倒し、あるいは目星いものを馬上から掴み捉えて引きずり回しながら市内を駆け巡った。連合軍の指揮官たちは、ま一発で、 敵兵器兵の手を逃れ、馬に飛び乗って、ゴータ氏を脱出した。午後4時頃、すっかり混乱に陥ってしまった、連合軍は、抵抗を断念し、ゴータから退去して、メヒターシュテットに撤退していった。テンペルホフの七年戦争史では、スービーズが去り際に、総武器、プを宣言する混乱ぶりであったと書いている。午後6時、ザイドリッツラプロイセン軍将校は、 フリーデンシュタイン宮殿を訪れ、先ほどまで連合軍の指揮官たちが占めていた席に座り、彼らに供されようとしていた晩餐に預かることができた。一方の軍の将軍たちを迎えて始まった晩餐会が対するもう一方の軍の将軍たちを送って終わる陳時。プロイセン軍は豪太を再占領した。この戦いで両軍はおのの数十名の死傷者を出し、さらに連合軍は 左官数名を含む数十名の捕虜を出した。これに加えて、プロイセン軍は、フランス軍の貴族将校に随伴する多数の書記や、近似、メシ使い、料理人、美容師、芸人役者、そして女性たちを収容した。この時代のフランス軍の貴族将校たちは、その人中生活をベルサイユと同様に快適に過ごす、ための付属人員と物資を入馬車に乗せて部隊に帯同していた。 物資を乗せたニウママャもプロイセン軍の手に落ち、衣装ダンスに収められた大量の高級衣装、カツラ、日傘等の小物、化粧品、オウム等のペットなどが露飾された。ザイドリッツは、非戦闘員をフランス軍に送り返し、露飾した物品は兵士に与えた。豪太の戦いの後、ンゲンにおける戦況はしばらく膠着状態となった。9月21日、 大王は豪太から在ドリッツを引き上げて東方への交代を継続し、連合軍はサンド豪太を占領したものの、それ以上には進まなかった。内戦作戦を取るプロイセン軍にとって、より喰らいつきやすくなるところまで、連合軍が進出してくれることが望まれていた。連合軍が後を追ってくることを期待して、プロイセン軍は、ザクセンに向けてゆるゆると交代しながら、 連合軍の監視を続けたが、慎重になった連合軍の進軍もまた看板であり、10月に入っても状況は進展しなかった。10月も10日を過ぎるに至って大王は中林源での作戦に一度見切りをつけて、ザクセンに撤退した。トルガオからラウジッツに向け行軍中の大王に、進軍を再開した連合軍がついに、 ザクセンまで進出したとの報告が入ったのは10月21日である。ゴータの戦いは、ザイドリッツがその気力を発揮したユニークな戦いとなった。大王は、かような状況にあっては、損害なしで撤退できれば、上出来、凡庸な指揮官なら、追撃を受けて、兵の半分も失ってしまうところ、その巧みな傭兵は、あっぱれなものであるとザイドリッツを称賛している。 本戦令は戦争において将軍の器量と高端さこそがその兵力の高よりも決定的であることの証明である。対する連合軍の指揮官についてナポレオンは本戦令はスービーズのごとき打弱な指揮官に何が期待できるかを伝える恒例であると辛辣に述べている。この不名誉な出来事はロスバッハへのプレリュードであった。ありがとうございます。